久々に日本に帰ってきたのでヘッドライトを磨いてみたいと思います。で使うのはですね、このこれです。リンレープロミラックスという商品です。中身はちょっと使ったことは使ってるんですけど、コンパウンドとパコだけです。コンパウンドとタオルだけです。磨いてくすみを取るというものですね。結局コーティングしないので、後でまた紫外線ですぐね黄色くなっちゃうんですけど、とりあえず磨いてみたいと思います。だいぶ綺麗にはなりましたね。この辺がちょっと残ってますけど、ライトの明るさに影響する部分はだいたい綺麗になったと思いますね。なぜか右の方が全然簡単に綺麗になりました。左はなかなか取れませんけど、右は10分ぐらいでかなり綺麗になりましたね。こんなもんが限界ですかね。いやもっとねサンダーとか使って耐水ペーパーとかでどん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 仕上げていけばピカピカになるんだと思うんですけど、今全然ちょっと道具もないし何もないんでこんなタオルで磨いたんですけど、まあ、それでもこのぐらいは綺麗になりますね。こんな感じです。左はねまだまだ。これが最初の一番最初のコーティングですかね。
あと表面にうっすら傷がすごい。あとなんかコーティングしたいですね、やっぱりね。なんかいいもんないですかね。それにしてもこう不思議なのが、同じ前側でね、いつも同じ太陽が当たってると太陽光当たってると思うんですけど、ここ全然劣化ないんですよ。なんでここも。ヘッドライトはなんでだろうね。ちょっと 上向きというか、太陽光がこういう風に当たるからですか。何なんだろうね、本当にね。コイト4729、こっちはまだまだだな。ということで、プロの仕上がり、ヘッドライトプラスチック革磨きコンパウンド、保護効果もプラス、プロの仕上がりね。まあまあ仕上がりは綺麗でしょうかね。そんなに傷んでなければまあまあ綺麗に仕上がると思います。ただね、どのぐらい持つんでしょうかね。こんなこと毎月やってられないですからね。はい、まあ、磨いて粒がこの溝を埋めてクリアになるということですけど、やっぱコーティングしないと絶対持たないと思うんですよね。ということで、ヘッドライトプラスチックカバー磨きコンパウンド10点中7点っていうところでしょうかね。綺麗にするっていう上ではまあかなり良かったんじゃないでしょうか。